超美的苹果呢。这些都是在日本山形县朝日町所栽培的美丽苹果。在朝日町每年所召开的品评会，摆的都是一颗颗红润莹透的艺术品。那么朝日町是个什么样的地方呢？是一个宛如世外桃源之乡。我们今天要去拜访朝日町的町长，那町长会是什么样的人呢？就让我们进去看看。失礼いたします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山形県朝日町とはどうなところ？朝日町は町の全体の面積の 70% 以上が森林に囲まれた本当に自然豊かな町です。その町を最上川が縦断しているという本当にこう自然、環境の豊かな町です。そんな町に住んでいる町民の方々も気持ちがよく本当に親切な誠実なそんなあったかい人たちでいっぱいな町です。朝日町はリンゴとワインの里というようなキャッチフレーズで長年町づくりを進めています。その中でもうリンゴは朝日町で栽培始めてから130年以上経っています。またワインについても朝日町でワイン工場ができてから70年以上経っている。そんなリンゴとワインを多くの方々に喜んでいただきたい、そんな思いで町づくりの機関として取り組んでいる町です。朝日町のリンゴの特徴は何でしょうか？はい、このですね、この富士リンゴ、ここに袋をかけて栽培していた、これは朝日町のリンゴ生産者の方がこの袋を外して育てていく、そんなリンゴを開発したと。太陽の光も浴びて、甘くて、そして蜜がたっぷりの舞台富士のリンゴに育っている。これはですね、東京の市場においても非常に高い評価を得て全国的に有名になっている、またブランド化された、そんなリンゴになっています。ねー、たらー、ちゃんと蜜入ってます。好，用力一压，那朝日町苹果的话就是有这个，就是苹果的蜜。那我们现在就来实际品尝这颗苹果的美味咯。非常好吃，既多汁又香甜美味的苹果。再来就是要选这个苹果的心的部分，是比较粗的苹果，因为果树呢就是透过这个心去跟苹果做连结，提供苹果养分的。那再来呢，这个苹果的屁屁呢是带黄色的，就是这个苹果已经完全成熟的证据。心的周边呢是有点凹凸不平的，那为什么呢？因为这个凹凸不平其实就是它是老树苹果的特征。那如果说这样的条件太多让您记不住的话，其实挑选苹果拿起来还蛮重的。那屁屁的地方是黄色的，其实大部分就会是好吃的苹果咯，大家一定要来品尝看看。欢迎来到朝日町。